こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、3月の24日の水曜日です。いつもでしたら今日、会えまして会えま改めざる、これを会えましというシリーズを、第3弾目ですかね、取るところなんですけれども、この月曜日にですね、財政金融委員会で、私が麻生、財務大臣に質問した話、この財政法の問題点について、正したわけですけれども、そのことが、結構皆さん方から評判良かったので、追加でこの財政法の問題点についてお話をさせていただきます。それとその前にですね、今日、ポストコロナの経済政策を考える議員連盟、これ会長は安倍晋三先生で、会長代行が岸田文雄、先生なんですね。まさに、このアベノミクスを作る、会のですね、まあその延長線上に作られている議員連盟なんですけれども、その中で、第一生命経済研究所の、経済調査部首席エコノミスト永間俊博さんがですね、そのコロナ禍とコロナ後で異なる経済政策、ということで、コロナ後こそ重要な操縦を刺激さすというのをですね、講演なさったんです。で、これまさにですね、需要が足りないんだから需要を創造すべきだと。で、それで、財政出動すべきだという話をですね、言われていて、で、MMT まで触れられていました。で、自分自身は MMT 論者ではないんだけどと言いながらですね、言っていることは、すべて私が言っていた MMT の、この話と同じで、で、要は永山さんもですね、MMT 自身は、この認めるという立場では言ってないけれども、要するに MMT が言ってるのはですね、この金利が低い時にですね、財政出動しても、そもそも財政破綻にはならないと。で、それからよく主流派経済学者なんかの中で間違ってるのは、お金をですね、このつまり国債を発行すれば、この民間のお金をですね、吸い上げてしまうから、いわゆるクラウディングアウトとか言うけれども、それはそもそもお金を借りるのは預金を集めたお金で貸してるんじゃなくて、信用創造によって、ないところから無から有を作ってるんだから、そういうことにならないんですと。で、これはもう常識です、当たり前ですよというようなこともお話になってました。で、だからまさにその当たり前のことをですね、MMT 現代貨幣論は言ってるわけで、事実上もうだんだんこちらの、現代貨幣の MMT がですね、主流派になってくるということだと思います。で、その時にも私はですね、そこでお話をしていたんですけれども、要するに、財務省をはじめ、まあ多くの経済学者がですね、未だに、この MMT を認めない、そして認められない立場にあるのはですね、そもそも均衡財政というのがですね、正しいものだというふうに思い込んで、いるわけですね。まあ、刷り込みとも言ってもいいでしょう。で、それがまさにどっから刷り込まれたかというと、この財政法からなんですよ。つまり財政法が昭和22年に作られましてね、この、基本的に、均衡財政です。税収の分でないと予算が作れないと、というのが財政法の趣旨ですからね。で、だから、その国債を発行してはいけないということになっている。しかし、そういうことがですね、もうできなくなっちゃったと。昭和39年にオリンピックがありましたけど、その翌年から、経済がガクンと落ち込みましたから、その時にですね、初めて、特例公債法というのができて、国債を発行したわけですね。で、その話を、私が言いましたら、その当時、その時の、主計局の次長がですね、確かに先生がおっしゃる通りですと。しかし、まあ、あれは考えてみたらですね、建設国債という解釈でもよかったんじゃないのかなと。赤字国債じゃなくて、要するに、このインフラ整備をもっとしていこうという趣旨であったんで、建設国債でよかったんじゃないのかなというふうに思ってますという答弁するんですね。で、しかし、それはそれでもいいんですけれども、ちょっと待てよと。で、建設国債なら、特例、公債じゃなくて、いわゆる、
財政法でもですね、インフラ整備にするための国債の発行は認めているわけですから、まあ、そういう言い方を彼らしたんですけれども、おいおい待てよというのは、その本来建設国債ならいいと言いながら、今は結局ですね、建設国債も赤字国債も一緒くたにして、全体で公債残高が1000兆円を超えると。で、これだけたくさん出すと、建設国債であっても赤字国債でも市場に出たら同じことですから。ですから、これ以上の国債残高を増やすこと良くないと言ってきたのは誰なのと言えば、財務省なんですね。その財務省が、今度はですね、私のその、質問の中で、財政法自身が守られていない、ずっと守られていなかったじゃないかと、昭和40年の話を持ち出してくると、いや、あれは本来建設国債と考えるべきものでしたという言い方すること自体にですね、もう論理矛盾してるわけですよね。まあ、はっきり言って、しどろもどろ、戻ろ状態だと言ってもいいと思います。それで、私がですね、ぜひ皆さん方にしていただきたいのは、要するにですね、この昭和22年というのは、憲法が作られた、年でもあります。21年に憲法が作られたわけですけれども、要するに戦争終わった直後にアメリカがですね、日本を占領して、いわゆる、占領政策を行っていたんですが、その占領目的は何かというとですね、日本の、まあ、非軍事化ですね、それと日本をですね、懲らしめる、日本を貧しくする、それが要するに、占領目的だったんです。だからそのためにですね、まず、軍隊は解体させられるわけですね。陸軍、海軍、解体させられる。そして、それを、ちゃんとですね、保障するために憲法が、作られ、9条ではっきりと、陸海軍はこれを保持しないというふうに、明言させられているわけですね。そしてさらにそれを、財政からも裏付けるためにですね、この赤字国債はじめですね、国債発行を禁じることを謳ったわけですよ。で、それが証拠に、私がその、この月曜日の、財政金融委員会でも言いましたけれども、朝日新聞の、去年のですね、確か8月ぐらいの社説でですね、この財政法のできた趣旨というのはですね、財政の健全化だけじゃないんだと。そもそも、軍事力、この軍隊をもたらさないように、戦争をさせないために、この、国債発行を禁じたんだと。そのことは、その当時書かれた、財政法の逐条解説にちゃんと書いてあると。というふうに社説で言っていましたけど、まさにその通りなんですよ。つまり、あの戦争はですね、国債をたくさん発行しました。そして、その国債発行によってですね、日本は戦争、遂行することができたわけですね。税だけではできない。国債発行でできたんですよ。そして、そのことによって、アメリカは、まあ、真珠湾攻撃を、されてですね、とんでもない身にあったと。だから二度とアメリカに歯向かわないように、この軍隊を解体するだけではなくて、そもそもそういうことをもたらせない、財政的にもたらせない仕組みというので、国債発行をやめさせたと。で、それだけじゃなくてですね、いわゆるドッジライン、ドッジラインというのは、財政顧問でアメリカからドッジというですね、銀行家が招かれる。で、その中で何をしたかというと、民間銀行にお金を貸させないんですよ。ね。で、そのことによって、日本は大変な貧困状況に陥るんですけれども、その理由はですね、国債発行もドッジラインも、その理由はですね、いやいや、日本は、インフレになっている。で、インフレになったのは、このお金がたくさん出たからだと。で、お金が出たのは、国債発行によってたくさん戦時国債で出たと。だからその発行した国債を全部回収しろというので、財産税課税というのがされたんですね。で、そのことによって、お金を全部、新円交換に切り替えることによって回収させられる。で、さらに、この、銀行がお金を貸し取るですね、お金がたくさん出ますからね、これね。で、それも貸さないようにしろと。というので、前もこれお話ししましたけれども、トヨタ自動車はですね、そのことによって、もう倒産寸前まで追い込まれてしまうんですね。で、しかしまあ最後は、なんとか、
お金を工面して貸してもらうことを許してもらって助かりましたけれども、経営者の豊田喜一郎は責任を取って豊田自動車から、その役員を外されるということになるわけなんですよね。で、ここで皆さん方よく考えてくださいよ。今私のこの番組をご覧になっている方は皆さん理解されていると思いますけれども、政府が国債発行するとその分のお金が国民側に回る、ね、そして、民間企業が、借り入れをして事業するとまたこれは、民間企業の中でお金が回っていくと、要するにお金が増えて国民が豊かになるわけですよ。で、その二つのことを、両方ともするなと戦争直後はしていたわけです、ね、で、そうするとそれだけじゃなくてプラス、戦時中に出したお金を回収しろと言って財産税課税でお金を吸い上げてるんですよ。で、そんなことしたら貧しくなるの当然でしょう。だから実際この日本の戦後っていうのはですね、戦争時代よりもものすごく貧しくなったんですよ。貧しくなった、それはなんで貧しくなったかというと、要するに貧しくなれと、日本は、最貧国になればいいと、まあ、そういう政策だったんですね。で、そしてその政策を実現するために、財政法なんかも作られたと。で、それをですね、今なおずっとですね、その五省大臣使ってるということ自体ですね、まあ、頭からおかしいんですよ、ね、頭からおかしいんです。だからそのことを考えてみるとですね、本当に現実問題は、そういうことをするとですね、国回りませんから、税だけでやれてるのもありませんから、あの時代も財政を作った時代もですね、昭和39年に初めて、国債を発行したと言ってますけれども、実はそれまでの間もですね、ずっと国債発行してきたんですよ。で、それは、国債という名前じゃないけれども、また赤字国債という名前じゃないけれども、別の法律を作って、例えばいわゆる、この国鉄をもう一度立て直していくためのお金とか、それからですね、遺族に払うお金とか、まあ、これを工面するために、国債発行してやってるわけなんですね。で、現実問題ですから、いわゆる均衡財政なんてものは絵に描いた餅でほとんどできてなかったというのが戦後の実態なんですよ。で、それができたのは、まあ、高度成長時代、まあ、この時は、民間がどんどん投資しましたから、国の方が国債を出さなくても済んだ。しかし39年で一遍出したからはですね、あとやっぱり継続的に国債を出さないと、経済を、この立て直せることができなかったんですね。で、あとは、いわゆる、バブルの時に民間がたくさんお金を借りて投資をしましたからね、この時は国債を発行しなくてもよかった。しかしその以外はですね、ほとんどずーっと国債を出しっぱなしなんですね。で、そういう、つまり財政法で均衡財政を謳ってるけれども現実的にできない。で、やって試しがまともにないと。で、しかもその作った目的が昭和22年の、米軍のですね、日本を懲らしめて最貧国にさせるという、まあ、そういうところから来てるのをですね、いわゆるインフレ抑制なんだというふうに勝手に、まあ、思い込んだのか思い込まされたのか知りませんけれどもね、未だにその、法律を使ってやってるというのは本当におバカさんとしか言いようがありませんね。ですからまた私は機会があったらこのことをですね、次の、国会でも質問しようと思いますけれども、ぜひ、この番組をご覧の皆さん方には、このことを、ご理解いただきたいと思います。本日もご覧になっていただきましてありがとうございました。チャンネル登録と、この高評価、拡散のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。